ジャンルにこだわらず、シンプルに素敵な音楽を紹介していく音楽トーク番組、ミュージックウィズ。毎週素敵なアーティストの皆さんをご紹介していきます。先週に引き続き、今週もシンガーソングライターのひろあきさんですが、あれちょっと、はい、今日は、今回は違う活動をしているので、まあ先週もちょっと言ってたんですけど、ひろあきとは別で、ねなしという活動もしているので、はい、今週はですね、そちらの、活動もちょっと聞いていただこうかなと思います。そう、はい、普段結構こういうバンダナとかしてるんですけど、まあちょっとね喋りづらいんで、はい、まあこんな感じです。普段は、はい、普段も両方活動されてるんですね、ひろあきさんと。そうですね、はい、なんか、まあひろあきとしてはその日本語の曲とかも歌ったりするんですけど、まあ、ねなしとしては、まあ、基本的に英語の曲で、まあ、どちらかというとその海外 の、あのプレイリストとか、なんかそういうのを結構狙ってっていうか、海外向けに、はい、曲作ってることが多いですね。ねなし、最初はひろあきさんとして活動してたと思うんですけど、それがなぜそのねなしさんとしての活動をしようとなったんですかね。そうですね、まあなんかいろいろあのあるんですけど、そのオリガンプロダクションっていう、まあ、そのレーベルがあって、でそこのレーベルと一緒に、まあなんかこういう活動したいよねっていうのをいろいろ考えてるうちに、あのまあもともとひろあきとしてもその旅行行ったりするのも好きだったしっていうのはあるんですけど、そこでなんかまあその、まあ、旅行行ったり、まあ、いろんな海外行ったり住んだりとか、っていうのがあるんで、なんかそのねなし草的な感じにこう、なんつうんですか、点々といろんなところに、行ってるっていうところを、まあ、ピックアップして、じゃあねなしっていう名前でその海外に向けてなんか音楽作ってみるのどうみたいなっていうところから、ちょっとまあそういうプロジェクトとして始めたので、まあ、僕とまあその折り紙のスタッフと、あとまあ一緒によく作ってるあの曲を作ってるやつがいるんですけど、で、あのまあそのねなしの、まあ僕は一人でねなしではあるんですけど、なんか僕の中ではそういうプロジェクトとして、ひろあきがやってるねなしプロジェクトみたいなっていう解釈で、まあ考えていただけたらいいかなと、はい、思います。なるほど。それはファンの方とか、その普段まあひろあきさんとして活動してる、はい、まあ、見に来てる方とかはびっくりしません？なんか、だから最初はその、もう本当匿名で最初ねなしとしてやり始めたんですよね、でその時はもうずっとマスクっていうか、まあバンダナかして顔を出さないで音楽だけを聴いてもらいたいなっていう形でずっとやってたんですよ。そうなんです。なので、あの、まあ、英語で歌ってるし、まあ、この人日本人なのかどうかすらもわからないっていうところで、やってたので、まあ、そういう意味ではそれで3年ぐらい一応やってたんですけど、まあでもそのコロナがちょっとまあ落ち着きそうなタイミングで、まあマスクを外して、まあ僕もアイデンティティを明かして、まあ実はこんな人間でした、こんなひろあきっていう人がやってたプロジェクトでしたっていうのも、はい、まあちょっとやっと、まあ、お披露目っていうか公開できたので、そういう意味では知らなかったっていう人もいるし、はい、そうですね、あの知ってたけど、なんかあの黙っててあげたよっていう人ももちろんいるし、なんかそういうなんか、まあ、もしかしたら茶番っていうふうに捉えてる人もいたかもしれんけど、そういう意味ではなんか、でも最近外されたんですか？そうですね、去年末ぐらいかな、はい、去年の年末に一曲、出したんですけど、そのタイミングで、はい、ちょっとまあ実はこういうアーティストのプロジェクトですっていうのを一応公開した形ではあるんですけど、はい、そのねなしさんとしての活動はいつ頃からされてたんですか？はい、まあ、3年、まあ、でも構想から言ったらもうちょっと前かし、4、5年くらいはなんかいろいろ考えてはいたんですけど、2019年の3月に初めて Lost in Translations っていう曲を、はい、出したのが最初だったんで、なのでまあ3年ちょっとですかね、そのねなしの活動としてはそのぐらいですかね。ちょうどまあコロナの最中に、かつその、まあ、コロナ前か、一応コロナ2020年とかだから2019年なんで、まあ、それのちょっと1年前ぐらいですかね。なので最初のうちは、はい、あの全然普通に、まあ、顔も明かさずやってましたけど、ですね、はい、ですとライブとかではもう日本が主にされてた、はい、英語で歌われてたんですよね。そうなんですよね、だからライブも本当、
今まではずっとこんなバンダナしながら歌ってたりしてたんで、うんうん、ライブはほとんどできずっていうか、うん、まあ、やってなかったり、ね、あ、そうですか、もあるんですけど、うん、はい、でも初めてライブやったのはまあ日本で、うん、はい、東京でやりましたね、うん、はい、東京でまあ主にライブはされてる感じですか、ね、今はそうですね、まあ、でもせっかくあの音源とかはそれこそまあアメリカでもそうですし、なんかフランスとかもそうなんですけど、結構いろんなあの海外のアーティストとのコラボレーションをするっていうプロジェクトでもあるので、なんかもうちょっとその何ですかね、まあ、情勢が落ち着いてみんなあの海外に行けるようになったら海外でもライブしていきたいなっていうふうには考えてます。うん、はい、まあ、いいですね。海外でそのまだライブはされてない。ネナシとしてはそうですね、はい、ヒロアキとしては結構、うん、まあ、韓国でもやったし、まあ、この間見たけどカザフさんでもやったし、はい、まあ、アメリカでもやったことあるし、あとどうですかね、まあ、結構いろんなところでもやったことあるんですけど、うん、まだネナシとしての活動で海外ではライブやったことないので、うん、ぜひそうですね、あのいろいろあの国またいで、うん、そうですね、はい、まあ、ネナシの活動がそういう活動ではあるので、うん、はい、いろんな点々と、はい、行ってライブプラス、うん、あとその現地のアーティストとコラボとかもしたいなと思ってますね、はい、いろんな、まあ、方と海外の方ともコラボしてるっていうことでお聞きしたんですけど、はい、コラボっていうのはどういうふうに海外の方とされてるんですか？そうですね、基本的には、まあ、今はネットで、うん、あの音源のやり取りっていうのは結構できるんで、うん、なんか今までの作品だとそれこそフランスのラッパーの人に、うん、まあ、僕の曲の中に例えばなんか途中2番歌ってくださいみたいなのを、うん、まあ、連絡して、でそうすると向こうで、まあ、ラップフランス語のラップなんですけど向こうのスタジオで撮ってくれて、でそれを、まあ、データとして、うん、まあ、ネットで、まあ、メールで添付して送ってくれるんですよね。でそれをこっちで、まあ、ダウンロードして、うん、でその、まあ、データを、まあ、音楽の中に取り込んで、でそこで、まあ、編集していってっていう感じなので、実際フランスに行けなくても、うん、そのアーティストと一応コラボができたりするっていうか、なのでそうですね、そういう意味では、はい、あの対面式じゃないけど、もう本当今は実際行かなくてもそういうあの国境をまたいでのコラボもできているので、うん、はい、そういった意味ではなんかまあ面白いし、いろんな人と本当コラボできるなと思いますね、うん、なんかネナシとしてはまあ、僕が行きたいっていうのももちろんあるんですけど、うん、今なかなか行けないのもあるんで、うん、なんかいろんな国の人と、まあ、知り合って、まあ、もともと知り合いだった人もいるんですけど、うん、もう本当データのやり取りでっていうパターンで、うん、そのフランスのラッパー以外にもイスラエルのシンガーさんのコラボもして、それも彼女に、まあ、歌を送って送ってもらって、でこっちで編集して、うん、で僕がそれにハモリをつけてとか、うん、っていうので、なんか疑似的ではあるんですけど、うん、デュエットの曲に仕上げたりとかもできるし、あとはなんか、まあ、イギリスのラッパーのやつがいて、でそいつが作ってる曲になんか参加してよって言われて、うん、でそれはもうなんか1曲ある程度完成されてたんですけど、そこになんか彼らの曲の一部分を取って、で僕が曲を作り直して、で自分の歌も載せて、でそれをあのデータとして渡すと、でそうすると向こうは向こうでなんかその僕のデータを元に、まあ、またこうつなぎ合わせるっていうか再構築するみたいなっていうやり取りが結構普通にできるので、うん、まあ、もちろんね、そのじゃあ東京にいます、大阪にいます、三重にいますでもいいと思うんですけど、で一緒にこう曲を作るってこともあの、ね、今こういうふうに一緒に会うっていうのとまた違うと思うんですけど、うん、そのデータのやり取りで、はい、あの一緒に曲を作ったりとかっていうのは全然できるんで、まあ、Zoom で話してるような感覚で、うん、あの、うん、本当に何だ、まあ、時差と国境をまたいで一緒に曲を作るってことはありますね、うん、基本的にはデータの送り合いというので、はい、その Zoom とかではないんですか？ Zoom では、まあ、もちろん喋って会ってなんかどうしようかとかっていうそういうミーティングはできると思うんですけど、うん、やっぱ Zoom越しに何かを撮るっていうのってできなくはないと思うんですけど、うん、まだそこまでのその、まあ、できやってる人は絶対いると思うんですけど、うん、なんかそのクオリティ的になんか
どうなんですかね、まあ、全然ありだと思うんですけど、なんかじゃあやっぱスタジオに行ってスタジオで撮りたいよねっていう人はやっぱそれをこうなんか自分でズーム撮りながらレコーディングするっていうのはなかなか難しいと思うんで、まあ本当そういうミーティングだったりとか、まあなんかちょっとこう喋ったりするっていうのではまあズームもありだと思うんですけどね、はい。そのイギリスとかいろいろ国旗が出てきたと思うんですけど、はい、そういった方は、はい、もうレナシーさんとしての活動で知り合ったそうですねっていう形もありますし、もともとさっきも言ってましたけどヒロアキっていう活動で、いろんな国転々と遊びに行ったりとかもしてたん でそこからのつながりで、今こういうレナシーっていうプロジェクトやってるんだったらなんかそのヒロアキとしてではなくってレナシーとしてこのプロジェクトに参加してくれないかなとか、ヒロアキとして知ってるけどレナシーのプロジェクトに参加してくれないかなとかっていうなんか使い方っていうか、やり方をしてますね。じゃあここでですね、そのネナシが顔を明かしたタイミングの曲で去年出たスカーズっていう曲があるんですけど、スカーズって傷跡とか切り傷とかいろいろ役としては意味があると思うんですけど、なんか今ねみんな今コロナとかで大変だったと思うんですけど、そういうのも経て、それはそれでもう大変だったねとかっていうので、これすらもなんかこう切り傷とかになったらいいんじゃないかなっていう思いも込めて、書いた曲なんですけど、はい。Make me stronger Every little scar tells storyWhen it's all over Know that it's all love Hey yeah そのぐらいですかね、サビやったら Scars っていう曲でした。ありがとうございました。すごい英語だとすごい雰囲気が、初めて英語を生歌で聞かせてもらったんですけど、ちょっとすごい滑らかですね。滑らかで、すごい強調がよかった。よかったです、表現力が。表現力というか、声の発音もすごいんですけど、もちろんすごいんですけど、なんか声のトーン上げ下げがすごいですね。それが伝わったらよかったありがとうございました。ぜひいろいろ曲上がってますので、Spotify とか、YouTube ミュージックとか、なんかいろいろストリーミングサービス等で聴いていただけると嬉しいです、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。先週に引き続きですかね、先週はひろあきさんとして出ていただいたんですけど、今週はアーティストのレナシーさんでした、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ややこしくてすいません来週もまた見てください。